黒猫ゲームズ見てね。せーの、こんにちは。クロネコチャンネルへようこそ。アマゾナイトです。ショッピーです。黒猫は撮影をしてます。はい。ねえねえ、ちょっと言いたいこと、見せたいことあるけどいい？いいですよ。じゃじゃーん。何それ？これはね、くじで当たったミヤマクワガタ。ミヤマクワガタの風船みたいなやつ。かっこいいでしょ。かっこいいね、ミヤマクワガタ。はい、これがね、アリマシン初号機。初号機アリンコ、こんな感じでみんな固まっちゃってます。寒いからね。で、これがこの間、アントルームっていうお店で買ったアリのね、飼育ケース。これちょっと直したんだよね。あとこの間の、はい、こっちで捕まえたアリは結構元気に動いてるんだけど、こっちのアリは固まってるっていう感じですね。こいつもね、固まってる、うん。はい、今日はね、何するかというとね、久しぶりにみんな集まったんでね、今日は新しいアリの巣を作っていきたいと思います。また大変な作業に移るというのか。そうだよ、ドリルで穴開けるやつだよ。僕も頑張ってね、押さえたい。じゃあチョッピー押さえて ね。今日は僕怖いから、うん、だからチョッピーがアマゾナイト押さえて、父さんがドリルで穴開けるって感じね。また俺が押さえなきゃダメだ。まあしょうがない、じゃあ俺押さえるわ。違う違う、話聞いてたのか。え、だってチョッピーがアマゾナイトを抑えて、父さんがドリルでアマゾナイトに穴開けるって言ったね。兄ちゃんに穴開ける。いいよ別に。マジで。いいよ別に。はい、まあね、それ冗談はさておきね、新しいね、アリの巣作っていこう。なぜかっていうとね、あのね、たくさんね、アリを捕まえたいわけですよ。たくさん。春になったらね。たくさん。でね、あの、今のうちにね、アリが動いてない今のうちにね、いろんなアリの巣をね、たくさん作るっていう計画です。はい、たくさん。アリの巣、量産計画、開始します。はい、たくさん。たくさん。何言ってんの？たくさん。たくさんって言ってるだけ。はい、今日ね、作る石膏巣はね、横置き型です。これはセリアで買ってきた100件のケースなんだけど、こっちこんな感じかな。こんな感じに置いて、で、このね、ホースでね、つなげる感じ。まあこうしてるけど、こういう感じでね、考えてるんだ。こうか、横だ。こういう感じで考えてます。だから、つまりポン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 、そうそうそう、そうよ、この6個こうね、つないでね。で、1個だけ餌箱にして、あと5つは、この5つね。ねえねえ、じゃあさ、ここが餌箱にしよう。それはまた後から決めるんだから、うん。まあそこでもいいけど、とりあえず、どこでもいいんだ。いや、穴開ける場所があるから、決めなきゃいけない、一応ね。いや、僕はここら辺の。ここにしても別に構わないから、ここにする？僕はこっち。いや、こっちにする？だいぶ綺麗だ。うん。じゃあこれ餌箱にして、あとは石膏巣の方にしていきます。はい、でこれを全部うまいこと連結する感じね。はい、でも石膏巣言うても地面に石膏巣引くだけだ。いや、穴開けるよ。え、それはだってホースでつなげなきゃアリ通れないから。まあ、あの下敷いてホースでつなげるだけだろ。そうです。そうですね、うん。はい、じゃあまずはね、穴開けていきますよ。ね、こんな感じで見たらわかりますかね。穴開けるところに黒い点打ってみました。ここに穴開けてホースでつないでいきます。中心合わせるんだよね。うん、結構ね、穴開けるときね、一人で難しいんで手伝ってね。はい、手伝うよ。それじゃあ頑張って穴開けていこう。イエーイ。おー、ホースはね、8ミリなんでね、8ミリの穴開けるぞ。とりあえずここちゃんと合わせて、いい感じだね。簡単な役や。OK。はい、じゃあ横だ。横横。お、これは、は
幅が狭まったから黒猫にもいい試練になるんじゃないか。よ、バッチリ合わせて。いいな。いい感じ、いい感じ。うん、これは端っこだからこれ終わりだな。何が怖いかって言ったら、手に穴を開けられるか、うん、目にゴミが入らないかって問題。はい、こんな感じでね、全部穴開けていきます。はい、それではどんどん行きましょう。最後の一個だ、気合い入れていくぜ。よし、よっ、そっと、よいしょ。思わないとどうしたそれ。いや、ちょっとずっと目つむってて、もうお前見れなかったから。なるほど。つけて、見るようにしたんだよ。あれじゃね、ん、40秒で支度しな。タッタラタラッタ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 ラッタ。知ってるこれ。知ってるけど違うの。あの人気映画だろ。人気映画。あ、大好きだったんだ、あれね。そういや、飛行機作ろうとしてたんだ、あのブーってなってる、そうそうそう、あの赤色の。あのね、フラッパーって言うんだけどね。あれをね、小学校の時作りたくてね、自転車いろいろ改造した記憶があります。嘘、できたの、はい、結局。できるわけねえだろ。はい、最後の穴だね。派手に開けるぜ。最後の穴は、よーし、ここだな。ふんだよっしゃ、できた。いい感じ。いけた？いい感じだね。できた。よし、ちょっと並べてみよう。はい。いやー、綺麗に開いたね。うん、合計ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 箇所穴開けたね。で、これをフォースで連結する感じなんだよね。はい、で、フォースも計算して切るんだよ。うん、いや、次はね、石膏入れるから先ね。あ、そっか、はい、じゃあ、石膏、石膏作っていくよ。よし、いいんじゃないか。よし、じゃあ次は石膏作ります。電源、オン。ん？電源入った？入ったね。はい、じゃあ石膏ね、入れちゃってください。じゃん、石膏。石膏だ。はい、石膏を。これホームセンターで探すとき大変だったよね。うわ、なんか入れ方がほんと石膏多い。ん？140g か。水の方は、じゃあ石膏と同じ量だけ入れたらいいんだろう、確かな。だから280になるまで入れます。水はね、これちょこちょこね。それとね、黒猫、何入れる感じね。これ入れるときね、煙が立つんだけどね、その煙を吸うと気持ち悪くなるから気をつけてね。280、よっしゃ、ちょっとオーバーしちゃった。はい、急いで溶かそう。はい、じゃあ、僕混ぜるよ。混ぜちゃって、混ぜちゃって。混ぜちゃいます。ぐる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 コサミン、世田谷育ちのグルコサミン。ほら、すげえ煙が出てる。ほんとだね、煙出てるね。煙といえばね、最近ね、ある特技をね、覚えたんだよ。何？煙を口から出すっていう。結構昔、多くの YouTuber がやったっていう。もうヒカキンとかもやってたんじゃないかな、あの超有名な YouTuber も。やってたよね。懐かしいな。ダマがなくなったら OK だからね。はい、それじゃあ頑張って混ぜていきます。よし、じゃあ石膏流し込んでいきます。結構ね、石膏ね、穴がここにあるからね、穴の下の2ミリぐらいのところまで流し込んでいきます。じゃあ、アロマドナイト頼むよ。こっから入れるぜ。入れるんだぜ。ワイルドに行っちゃうんだぜ。もうちょっと上だぜ。ストップだぜ。いい感じだぜ。じゃあ、次の場所行くぜ。
ちゃんとこっちもダバダバ入れてて。まんべんなく入れてくれ、真ん中ばっかりじゃなくて。真ん中が盛り上がっちゃうよ。ダバダバしながら行くぜ。こっち側もダバダバ。もういいぜ。ちょうどいいんだぜ。もう十分だぜ。こっち側も入れるんだぜ。ちょっとこっち側に変な絶コボコができボコってなってるけどいいんだぜ。後で鳴らすから大丈夫だぜ。こっち側に入れていくんだぜ。大体はちょっとずつ皿色にしていくんだぜ。ここ入れていくぜ。オッケー、もういい。オッケー。あ、チーン。はい、OK だね。ちょっと慣らして乾くの待ちます。はーい。はい、無事に固まった感じだね。どれどれ、うん、固まってるね。よし、ね、これをあとはチューブでつないでいきます。チューブ、このチューブね、これ4センチで切ったんだよね。長いやつが、これです。この長いやつを、まあ、4センチ切りました。外が8ミリで、中が6ミリのチューブだね。こんなホームセンターとか売ってます。はい。で、これをまあ4センチに切ったと。で、これで、つなげていく感じです。こんな感じでね。でもう一個切りました。これ、外が、6ミリで、中が4ミリのチューブ。これはね、蓋するときに使うんだ。この2つをひっつけるとですね、うまく蓋できるんですよ。ちょっとやってみるよ。こんな感じです。こうね、ちょうど中の直径のね、大きさがね、ちょうど同じなんでね、こうやって蓋して、まあ引っ越しの時とかね使う感じです。はい、じゃあここの穴に、この穴ね、ここの穴にこのチューブつなげて、全部つなげてね、アリの巣を完成していこうと思います。はい、じゃあつないじゃいますよ。ここ入れたら完成だ。はい、できた。できました。工夫したところが一箇所あるんですよね。何かというと、これこの餌場はここと同じ構造なので入れ替えれます。真ん中を餌場にすることもできるんだね。ちょっと真ん中餌場にしてみようかな。にゅーん。はい、餌場を真ん中に変更してみました。いいんじゃないかな、これいいんじゃないかな、いいよね。もう一個いいとこがあります。これね、収納できます。使ってないときはね、収納してないとね邪魔になるんでね、収納することができる。じゃあ今度は収納状態にするよ。はい、バラバラにしました。これ優れものでね、まずこの餌場の中にこの連結用のパイプ入れるでしょ。これ収納できるわけだ。で、これいいとこね、重ねておけるように作られてるんですよ。きちっとね、はまっちゃいます。こんな感じ。はい、3段目ね。で、4段目。で、5段目。6段目と。いう感じでこんな感じでね、収納しておくことができます。いいでしょう、これ。いいよね、これ。はい、これがアリマシンの2号機になります。ここが餌場ね。で、ここね、ちょっとね、ちょっと失敗しちゃって、段差がね、すごくあるんで、ほら、アリ登れないよね。まあ、登れないことはないんだけど、この穴にね、気づかないかもしれないんでね、ここはちょっとね、なんか台かなんかを作らないといけないと思います。はい、こんな感じでね、
隣の部屋、隣の部屋も移動できる、ここも移動できる、こっちも移動できるし、こう来ると。レーサーはね、はい、こっちからこう来ることだってできます。はい、どうでしょうか。結構ね、思ったよりは大きなアリの巣ができちゃいました。これ結構たくさん増えると思うよ、これだけ大きかったらね。で、まあ観察もしやすいです、とてもね。やっぱクリアなケース使ってるんで、とても観察しやすそうです。はい、ということで始めようか。はい、ということで今日はアリマシン2号作ってみました。ご視聴ありがとうございました。次はね、アリマシン3号を作ろうと思ってます。